こんにちは、ハワイトーコナです。今日はですね、ちょっとこの間コナの日常生活云々で結構ご好評だったのを調子に乗って、こちら、KTA というですね、日本の食材が非常に充実しているスーパー、こちらをちょっとご紹介します。ね、入り口に買い物カゴがあって、これ結構珍しいんですよ。なんでかっていうと、結構ショッピングカートばっかりなんですよね。買い物カゴ珍しいです。パイナップル、パパイヤ、ちょっとお値段が、これ1個じゃなくてパー LB、 これね、ポンドあたりなんですよ。こちら生鮮食品のコーナーなんですけど、バナナも、これパー LB ってなってるんですよね。これポンドあたりです。まあ、こんな感じでね、ちょっと最近物価高が著しいので、ちなみにお豆腐ですね、これハウスのお豆腐があるんですけど、これで 3.49 なんでいくらですか、500円ぐらい。こうね、もやしもあるんですけど、いくらぐらいですか、だいたい400円ぐらい、高いですよね。このシリーズ私結構好きなんですけど、このオーガニックのね、 500g 入ったサラダとかこういったやつがだいたい1000円です。白菜売ってます。白菜、これもポンドあたりですね。レタスもこれポンドあたりです。全部これポンドあたりですね。面白いですね。かぼちゃです、ポンドあたりです。1ポンドって確か 500g、 違う、 250g ぐらいかな。大根があります。あとナスですね、ピーマン、人参、これね、サヤエンドウとか、しいたけはこのしいたけマッシュルームと言います。あとね、これジャパンキューカンバー、日本のキュウリですね。種がないんですよ。ここがね、味噌なんです。味噌、だいたい750g のやつが10ドルなんで1400円ぐらいですかね。あとね、塩麹とかね、餃子の皮ですとか、こういうね、油揚げ、違う、厚揚げ、まあこっちではあの九州式に天ぷらって書いてありますけど、これこっちで作られてるんですよね。あとどぎつい色をしたかまぼこ、3ドルぐらいなんで500円ぐらいですか。ちくわも売ってます。こんなね、生焼きそばもあります。ただ高いです。ここね、非常に、ここ見てください、納豆ですとか白滝、こんにゃく、あとね、私なめたけ好きなんですけど、なめたけもあるんですよ。でも6ドル近い、1000円近いですね。あ、700円、800円ぐらい。この、ね、梅干しとかなんかも、お漬物とか、この生姜、もうこういったものはね、
いっぱい売ってます。キムチですね、油揚げ、これでだいたいいくらですか、4ドルなんで500円、600円ぐらい。タケノコの水煮ですとか、生わかめもありますね。ドレッシングコーナーなんですけど、とりあえず今日は日本のものに注目していこうと思います。キューピーのマヨネーズ、これがね7ドルします、900円ぐらい。あとね、なんとこのキューピーのドレッシング、香味焙煎ごま、あと和風、これがね5ドル29なんでいくらですか、600円、700円ぐらい。じゃ牛乳なんですけど、これ2リットルなんですよ。2リットルで5ドルぐらいなんで600円、700円ぐらいですかね。これね、鶏の、もも肉、だいたい 1.5 キロぐらいあるお得用パックで22ドルとか、結構25ドルぐらい、3000円ぐらいしますね。これね、私が好きな、いつもこれ食べてるんですけど、これカリフォルニア米なんですが、結構美味しいんですよ。1000円ぐらいですね。ちなみにこれは2キロです。2キロで1000円、高くないですか。これね、コシヒカリって書いてあるんですけど、7キロ、本当ですか、本当にコシヒカリなのかなってちょっと私的には微妙に思ってるんですけど、これがですね、37.97、4000円も5000円もします。7キロで、6.8キロで38ドル。ここね、最近できたんですよ。今ね、おにぎり買ったんですけど、ツナマヨ 2.25、 400円、300円ぐらい。結構ちっちゃいんですよね。ここね、キッコーマンですとか、キッコーマンのこれ1リットルかな、1000円ぐらいしますね。山沢はその半分ですね。うん、1リットルですね。でも700円ぐらい。はい、ここが KTA 名物のものすごい大量に、この列全部アジア食材なんですよ。こうね、焼肉のタレとかあるんですけど、800円ぐらい。ちょっと計算ができないです。うなぎのかば焼きのタレとかもあります。ほんと何でもあります。これね、私の好きなお醤油、いつもこれ使ってるんですけど、800円、900円ぐらいですか。どうなんでしょう。この辺りめんつゆですね、白だしとかまであります。ただお値段はこんな感じです。これね、そうめん、やっぱイボの糸めっちゃ美味しいんで、これ大好きなんですけど、高いんすよ。800円ぐらいするの、高くないですか。これがね、イボの糸は800円、だけどこのハワイのやつ、アメリカ産のこのやつだと1ドルしないんですね。安く生きていくためにはこっちに行くしかないんですとね。これは結構お買い得で、このシリーズ、これ720g 入ってる。そうめんに、とろろそばに、ざるうどん、みんなね、こんな結構お手頃の価格なんで、なのでこれをよく私は食べております。梅干しですね、こんなにたっぷりあります。あとふりかけ、ふりかけもこんなです。2個で5ドルですね。これはもう一般的にハワイにもう浸透してるものなので、日本製のものだとちょっとお高いですかね。こちら乾物コーナーでございます。これね、増えるわかめちゃんとかも売ってます。
ただお値段はそこそこですよね。椎茸ですとか海苔ですとかだし昆布とかもとにかく何でもあります。あとはねこの辛ラーメン2ドル以上するんですよ。高いんですよね。私辛ラーメンよりもこちらのあののぐりラーメンのが個人的に好きなんですが、レトルトカレーですね、4ドルします。600円ぐらい。カレールーはこんな感じですね。私的には結構許容範囲だと思って結構使ってます。コクマロ、あとはこういうクックドゥなんかもあります。ただ4ドルぐらいしますね。マルちゃんの赤いキツネがあるんですけど500円ぐらいします。日本だと多分100円しないぐらいじゃないですか、ね、札幌一番シリーズは結構ローカルにも人気なのでこれね、まあ、日本でいくらか分かんないですけど札幌一番の味噌ラーメンこれね100円しないんですよね。あ、100円はするか。中華三昧はちょっとお高いですね。プレミアムラーメン2個で5ドルなので、1個300円ぐらいですか。あとねこれ日本で見たことないんですけどこのあります、この桃さんラーメン、これうまいんですよ。桃さんラーメンの鶏、確かニューヨークかどっかのなんかラーメン屋さん、2ドルですね。あとは味噌汁ですね、こういうインスタント味噌汁どんぐらい入ってんだ、8食入ってて、5ドル弱、700円ぐらい、こんな感じですね。カップ味噌汁、200円ぐらいしますね。はい、こちらがですね KTA のアジア食品コーナーを中心にちょっと面白いかなと思って今物価高が言われてますので、こちらで買うアジア食材、それからハワイの、スーパー、アジアスーパーをご紹介しました。それでは最後までご視聴ありがとうございました。サバ缶でお別れしましょう。実は今週からちょっと日本行くんですよね。最後までありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、ちょっとおまけなんですけど今ですね KTA で、買い物をちょっとだけしたんですね。ちょっと撮影メインだったので、で、こんな感じです。ふりかけとそれからドレッシングと、なんだ焼肉のタレと2種類、それからお米と、おにぎりを3つ買ったら5000円しました。こんな感じです。そうは言ってもこれは楽園に住む対価かなと思います。ハワイ島コナは今日もいい天気です。というかちょっと雲が出てきた、暑いです。それでは最後まで本当に、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。